皆さんこんにちは。本日はアメリカのコレクションのようなレアな写真をご覧ください。それぞれ1枚の写真が語るべきことがたくさんある貴重なものです。1955年7月17日日曜日午後2時30分にディズニーランドがオープンしました。写真はその朝、ウォルト・ディズニーの開園前の散歩風景です。1955年に発売されたキャットウォークカー。時速平均15キロは幅が60センチで、シートが回転するため、トンネル警察はニュージャージーからニューヨークに移動するドライバーを監視することができました。1907年、テキサス州タスコサの酒場のバーに集うカウボーイたち。1959年、朝食をとるエルビス・プレスリーと父バーノンと祖母ミニー・メイです。これ以前の1957年まで彼はミシシッピー州で育ち、このグレースランドを購入するまで家族全員が低所得者向けの住宅に住んでいました。1923年、槍で釣りをするネイティブアメリカンのフパ族。彼らのほとんどがカリフォルニア北西部に住んでおり、釣りやカゴ編み、鹿の角の彫刻が得意でした。1879年、無法者4人の向かって左はビリー・ザ・キッドとして知られるヘンリー・マッカーティーです。1938年、未来的な外観の建築家フラー氏が設計した大マクションカー。1号車から4号車まで製作され、2号車と4号車はそれぞれ博物館に展示されました。1945年、定期テストの最中の B-25 爆撃機がエンパイアステートビルの79階に衝突し、14人が亡くなりました。1924年、ワシントンのグリフィススタジアムでベーブ・ルースはファールボールを追いかけた後、壁にぶつかり5分間意識を失いました。しかしその後、彼はさらに2本のヒットを記録しました。1893年、初期のトースターです。もちろん焼き方は好みで、自分でパンを取り出します。自動では止まりません。最後はアメリカ以外から。1910年、イギリスのタイタニック号の錨に使用されたチェーンの横でポーズを取る作業員。この錨の製作のため、英国の小さな町には3000人以上の男性が雇用されており、実際に建造を完了するには起工から2年かかりました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。動画が良いと思われましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今後の励みと参考にさせていただきます。本日は私、ナオミが担当しました。